メキシコ環境主義緑の党はメキシコの政党。日本語では単に緑の党あるいは緑の環境党と訳される場合が多い。議会における議員の数でメキシコ第4の政党とされている。議席の一部は他党との選挙協力が功を奏して獲得したものである。2000年の連邦選挙では国民行動党とアリアンスサポルエルカンビを組んで選挙に勝利し、 パンの大統領候補、ビセンテ・フォックス・ケサーダの当選を確実なものとした。2003年の選挙以降は、主に制度的革命党との協力に転じている。1986年に、パルティード・ベルデ・メイヒーコのという名称で結成され、初代の党首は、ホルヘゴン・サレストレスであった。PVM は、1988年の連邦選挙に、 民主国民戦線の一員として参加し、1991年にはパルティードイコレジェスタでメキシコの名で初めて単独で選挙に参加した。しかし、政党としての登録に必要な得票率を達成することができなかったため、支持者たちは再度条件付き登録の要件を満たすよう運動をしなければならなかった。この再登録は1993年に実現し、 党名は、現行のメキシコ環境主義緑の党となった。1991年2月9日に、政党資格を獲得して以来、この党は、一つの家族によって引きられてきた。初代党首、ホルヘ・ゴンサレストレスは、党首の座を、息子、ホルヘ・ミリオ・ゴンサレス・マルティネスに継承させた。1994年と1997年の連邦選挙では、 プベムは大きく得票を伸ばし、メキシコ第4の政党となった。この統制を踏まえて、2000年の選挙では国民行動党と改革連合を組んで選挙に参加した。この連合は大統領選挙における勝利をもたらしたが、その後プベムは、フォックス政権が環境問題の取り組みを実現していないとして、2001年に連合から離脱した。2003年の連邦選挙で、 プベムは全300選挙区のうち100選挙区で制度的革命党とアリアンサ・バラトドスを組み比例代表の14議席を合わせ下院で17議席を獲得した。プベムは上院では選挙区1議席比例代表4議席の5議席を占めた。これ以降は多くの州レベルの選挙で PRI と連合を組んでいる。2006年の大統領選挙において 国会議員のベルナルド・デラ・ハルサを候補に立て、テレビでも強力な候補キャンペーンを展開して、環境重視と腐敗との戦いを訴え、民衆から一定の支持を得た。最終的には、2005年11月末に、プベムは、独自候補の撤退と、PRI のロベルト・マドラソ・ピンタド候補への支持を決定した。2009年の中間選挙では、プベムは、 暗殺という会の犯人に対する死刑の復活、学校の時間延長による共働き世帯の子育て負担軽減、医療の無償化などを重点政策とした。プベムの広報アナウンスメントにはテレビで活躍する俳優らが党のスポークスマンとして出演した。プベムは環境と天然資源の保護、そして腐敗との戦いを党然としている。プベムはまた メキシコの在来政党とは距離を置くことを宣言している。国際的な環境保護団体グリーンピースはマニフェストに沿って行動し、環境の大義を守るためには抵抗も辞さない、自分たちとは異なり、プベムのメンバーはメキシコの環境問題に関心を寄せておらず、環境主義政党とは言えない、と主張している。最近では死刑復活を求めるプベムのキャンペーンは、 多くの批判を受けている。プベムが死刑復活の政策を掲げたことに対し、欧州緑の党は2009年2月10日にプベムを緑の党の一員とした従来の承認を取り消すと決定し、グローバルグリーンズに対してプベムの追放を検討するよう求めた。2003年9月3日、メキシコの最高選挙裁判所はプベムの盗賊が 当主の違法行為を助長する恐れがあり、憲法に違反していると裁定した。2004年2月末に、ホルヘーミリオ・ゴンサレス・マルティネスへの200万ベイドルの賄賂が渡されるところを映したビデオの存在が明らかになった。これは、クン近郊の保護地域の一部で、ホテル地区を建設するために規制解除を求めたものであったが、この地区のマングローブの破壊は、植物省や動物省に、 深刻な影響を与えると言われていた。このような事態が生じたのは、カンの観光地区が位置するベニートフ・フアレス行政区をプベムが統治していたからであった。2009年6月、プベムのグアダラ・ハラ市長候補であったハマリエル・ラミレスは、同性愛者への共感を表明した、社会民主党のミゲル・ハラン・レース候補の性的指向を攻撃したとして、ハリスコ州の選挙、 市民参加局から罰金を課された。2009年2月10日、欧州緑の党は、プベムがメキシコにおける政策に固執し、2001年にキャンベラで採択されたグローバルグリーンズ検証に明白に違反しているとして、プベムへの承認を取り消した。2008年と2009年に俳優ラウール・アライサと女優マイテ・ポローニがスポークスマンとしてプベムに参加したことは、 一部の党所属候補がテレビ企業と結びついていたこと、また、プベムがメディア規制に関してこうした企業に好都合な立場を取っており、ラジオテレビ、映画に関する委員会への参加に関心を見せていたことなどと結びついて、様々な独立ジャーナリストたちからのメディア企業へ、一部の政治評論家たちからプベムへの、プベムはテレビの党だという批判を引き起こした。プベムは、 しばしば選挙政党法の定めるクオータ制の要件に見合うように、党内外から女性候補を集めてきた。しかし、一び当選するや、女性候補たちはその地位を放棄し、意図的に設けられた決意を、繰り上げによって、代わりの男性候補が埋めてしまい、結局、意図されていた性別の平等を目指す割り当て分は、ゼロまで減らされるため、メディアはこれを、シミュレーションと呼んだ。 この戦術はプベムだけのものではないが最近の選挙でも他党より頻繁にこの手法が用いられている。ありがとうございます。